はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は11月22日から14日間絶対にやってほしい4つのことというお話をさせていただきます。12月22日に冬至がやってきますよね。冬至から皆さんの運気は大きく変わります。そしてそんな冬至に向けて準備をしておいてほしいんです。冬至の2週間前までに準備が整っていたら、皆さんの運気は冬至から飛躍していくんです。そんな冬至は暦の上ではちょうど冬の真ん中に位置し、1年のうちで最も昼が短く夜が長い日なんですね。太陽の光景が270度になる日のことで、毎年12月22日頃に当たります。それは毎年変わります。夏至から徐々に日照時間が減っていき、太陽の高度も1年で一番低くなることから太陽の力が一番衰える日と考えられています。1年で最も日照時間が短い日ということは、翌日から日照時間が長くなるということでもありますよね。この日を境に再び力が蘇ってくるということです。ですから一陽来復といって冬至を境に運気が上昇すると言われているんです。2021年の冬至は12月22日になります。つまり冬至は大きく運気が変化する時なんですね。ですからその冬至までに準備を整えておけば、今まで運気が悪いなぁと思っていた人が、まあそういう人であっても、その変わり目で運気が上昇に転じるわけです。楽しみですよね。ですからまずは皆さんに制限をかけている必要のない感情や必要のないものを冬至の2週間前までに手放しておくといいわけです。冬至は自由で新しい自分として生まれ変わるというような意味合いがあるからです。つまり冬至の1ヶ月ほど前より強い浄化のエネルギーが降り注いでくるんですね。そしてその浄化は皆さんの様々なところに影響を与えることになります。なるますじゃないです、なりますですね、すいません。つまり冬至の1ヶ月ほど前になると、様々なエネルギーが動くので、なんとなくやる気がなくなるとか、体が重くなるとか、まあ、このようなことが起こってくるかもしれません。ですからそんな時は今できることをやろうと心を緩めてあげてほしいんです。まあ、無理しないことですね。焦って急がないことなんです。僕はこう見えても結構せっかちなんで、何でも根詰めてやろうとしてしまうんですよね。まあ、これは昔からの癖なんですけどね。ですがそんな時は、今焦って急いでやらなくてもいいんじゃないと思うようにしてるんです。そう思ったらなんだか心がホッとするんですよね。そしてまずは今できることをやるんです。すると結構心が穏やかになります。まあ冬至の前のエネルギーが大きく動いている時は、この1年間頑張ってきた自分に対して少しだけ甘くしてあげてほしいんですよね。そしていたわってあげてほしいんです。つまり冬至前は無理をせずに今できることをするということなんですね。このようにするといいわけです。まあ2021年も2020年に続いて激動の年でしたよね。コロナ、緊急事態宣言、ワクチンとか、様々いろんなニュースを耳にして、日々心を揺さぶられたり、緊張と隣り合わせだったと思います。そういう流れの年でしたね。だからこそ日常の生活の中でやってほしいことが4つあるんです。それは自分を緩めること、自分をホッとさせること、自分をねぎらうこと、自分をケアすること。この4つのことを優先してやってほしいんですね。特にこの冬至の前の1ヶ月前からです。そしてそれをやる中で、まあ、それを実施している中で、やる気がしないとか気が乗らないということがまた出てくるかもしれませんよね。ですがもしそれが出てきたとしても、この期間はそれを無理にやらないということなんですね。やらなくていいんです。苦しい頑張りや辛い頑張り、つまり自分の心の中に大きな我慢を伴うようなことは、この期間はやめてほしいんですよね。要はエネルギーが消耗することは極力しないということなんです。冬至の1ヶ月前はできることだけやること、
このようにすることで心が緩んで楽になります。そして皆さんの心が緩んだ瞬間から皆さんの中にエネルギーが充電されてくるんです。だから冬至を機にしてその蓄えられたエネルギーを大いに使えるわけですよね。なので冬至から運気を好転に導いていけるということなんです。だから11月22日よりゆっくりと心や体を休めて冬至を迎え入れてほしいんですね。特に11月22日より14日間はこれを実施してほしいんです。冬至がやってくる2週間前までにはその準備をして整えておいてほしいんですね。すると冬至から皆さんの流れが大きく変わってくるからです。つまり皆さんの運気はこれからどんどん飛躍的に良くなっていくということなんですね。その中に乗ってるからこの動画を視聴しているんですよね。ですから今日のお話をぜひ参考にして11月22日より2週間はできることだけやる、心を緩める、これを実施してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。コメントでは皆さんの悩みや不安、またいいことなどがあったという方はお書きください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。